どうもこんにちは、しょうゆです。今回はハロープロジェクトの25周年を記念して GU とのコラボ商品が発売されたということで、狙ってた商品を発売初日に購入することができたんで紹介させていただきます。動画の後半には実際に着てみて丈感なんかもお伝えできたらなと思います。よかったら最後まで見ててください。まず1点目、グラフィックティー5分袖ハロープロジェクト。お値段は1490円。カラーはホワイトとブラックがあって、私はブラックの M サイズを購入しました。これはハロプロ全体の T シャツでメンズサイズとなってます。かなりゆったりした作りになってて、私は S サイズでも余裕があったんですけど、合わせてみた時に丈感が中途半端かなって思ったんで、ワンサイズ上の M サイズにしました。左胸にハロープロジェクト25周年の刺繍と、背中にはでっかくハロープロジェクト25周年のプリントがされてて、それぞれのグループの名前のフォントが使われてます。モーニング娘。やったらこの丸とか、多分25もそうやと思うんやけど、アンジュルムは R とこの T のこの羽の部分、ジュースジュースは J とか E かな、多分色でも分かれてるんやと思うんやけど。で、椿、これ椿の花やと思う。 C とか L もそうかな。椿で、ビオ、O、 でもこの P も同じフォントやと思う。で、お茶ノーマ、このお茶ノーマの O のロゴめっちゃ可愛いですよね。で、多分 T とかもこの細い感じお茶ノーマやと思う。で、あのタグもこうやってオリジナルのデザインになってて、これは残しておきたいなって思います。次に2点目、クリアバッグハロープロジェクト。お値段1990円。カラーはさっきと同じホワイトとブラックがあって、これもブラックを選びました。サイズはワンサイズのみです。メッシュが入ったクリアなバッグで、中にはポケットはついてないんですけど、外側に2箇所ポケットがついてます。別でポーチがついてて、これはカラビナで取り外しができるようになってます。このポーチ意外とマチが広くって小物をいろいろと収納できそうです。次3点目、グラフィックティー半袖ハロープロジェクト3、アンジュルムの T シャツです。お値段は1490円。カラーはホワイトのみ。サイズは S サイズを購入しました。袖が赤色のラグランスリーブになってるデザインで、前は為永しおんちゃんが描いたアンジュルムメンバーの似顔絵、これ見た時めっちゃびっくりしました。この上からタケちゃんで、リカ子で、カミコかな、で、カワム、レイラちゃんかな、でこれリンちゃんやろ、で、ナリンちゃん。下の段がパッと見誰が誰か全然分からへんくて、まあ、並び的にシオンちゃんで、ワカナちゃんで、ユキちゃんやと思うんやけど、なかなかに個性の強いイラストになってます。で、後ろは手書きっぽいフォントで Keep Your Smile の文字が入ってます。次4点目、ネックレスハロープロジェクト。これはビヨンズのネックレスで、お値段は990円でした。カラーは69ネイビーとなってました。まあ、見た目はネイビーっていうより紫っぽいけどな。このビヨンズの O がビオちゃんっていうキャラクターの髪飾りと同じ花になってて、触るとぷくっと盛り上がったデザインが可愛いです。今回2店舗回ったんですけど、1店舗目はもう売り切れてて、2店舗目でラス1のをゲットしました。めちゃくちゃ人気なんで、もっといっぱい作ってほしいなって思います。次に5点目、イヤリングハロープロジェクト。これジュースジュースのイヤリングで、お値段は990円。カラーは15レッドとなってました。結構大ぶりのイヤリングで、直径が先測ったら3センチぐらいかな。この赤とゴールドのカラーリングもジュースのフォントもめちゃめちゃ可愛いです。イヤリングを普段つけない方とかは、ここの丸カンを外してネックレスにしたり、パーカーとかポーチ、バッグのジッパーチャームにしたり、いろいろと加工できそうですよね。最後6点目、グラフィックティー半袖ハロープロジェクト6。これはジュースジュースの T シャツです。めっちゃ可愛い。お値段は1490円。カラーはホワイトのみ。サイズは L サイズを購入しました。デザインが公開された時からもうちょっとざわざわした T シャツです。で、まず白地にこの紺のラインと文字に赤のイラストっていう爽やかな配色がすごくいいなって思いました。デザインは喫茶店をイメージして、メンバーの好きなものを詰め込んだイラスト、23がリーダーの好きな数字やったり、でワンちゃんワンちゃん、ゆめちゃんタコさんウインナーやし、リアちゃんの好きな蝶々で、サンフラワーとアイスとトカゲ、もうすごくこだわりを感じられて、しかもおしゃれ。私好みのデザインです。で、ここまで見たら普段使いもできそうなんですけど、問題は丈感ですよね。
実際に来てみてどんな感じか見ていきましょう。ハロープロジェクトの T シャツ着てみるとこんな感じです。丈がもうめっちゃ長くって太ももが半分隠れるぐらいの長さになってます。かなりゆったりしてます。でも首元そんな開いてないし、だらしなくは見えなさそうかな。で、後ろこんな感じになってます。すごいかわいい。生地もめっちゃしっかりしててめっちゃ着やすいです。あ、ちなみに私身長150センチで骨格は多分ストレートです。V にしてみるとちょっと長いからやりにくいかな。こんな感じできてんのかな。こんな感じかな。前から見たら問題ないけど、後ろはやっぱりハロプロの主張が激しいんでシャツとかパーカー羽織れば普段使いできそうやなって感じです。これにクリアバッグを合わせてみます。これさっき言ってなかったけど、持ち手のところグループの名前が全部入ってます。これ見る向きどっちからでも読めるって感じになってる。で調整して、こんな感じです。いいな、ライブ行ってそうな格好になった。ここにフィギュアスタンドキーホルダーとか入れてる人いてめっちゃおしゃれやって、ちょっと探してくるかな。ユメリア入れてきました。かわいいな。一番大きいところはなんかでもあんまり入らなさそうやけど、こんな感じ。スマホとちっちゃい財布とハンカチ、ティッシュ、リップくらいなら入りそうな大きさです。次はアンジェルマの T シャツ着てきました。S サイズでぴったりやったかもしれん。丈も袖の感じも首の開き具合もジャストサイズって感じ。丈はこんな感じ、お尻半分隠れるかなぐらい、そんな丈感です。めっちゃおもろいな。でも遠目で見たら見慣れただけかな。普段使いとしてもいけんことないかな。かわいい。ネックレスつけてみるとこんな感じです。かわいいな。今これ一番長いとこで止めてます。一番短くしてみるとこんなもん。短い方がかわいいんかな。ちょっともうどっちでもいい気がするけど。イヤリングつけてみました。揺れ方こんな感じ。手慣れてないからかわからんけどちょっと重いかもしれん。なんかネックレスとかにしようかなと思います。でもかわいい。これ最後ジュースジュースの T シャツ着てみました。 L サイズを今着てるんですけど、ちょうどいい丈感な気がする。でもそんなきつくなりすぎてないし、お尻は隠れしなくて腰までの長さかな。で今これ黒のキャミソール着てるんですけど、わからんくない？めっちゃ生地しっかりしてます。で今ハイウエスト、ここぐらいまでのハイウエストのデニム履いてるんですけど、手上げると、あ、見えるかな、ちょっと見えます。ギリギリやな、見えるか見えへんかぐらい。見えるか。そんな感じです。ちょっとさっきの黒のスキニーも合わせてみよう。はい、ジャストサイズのスキニーと合わせてみるとこんな感じ。こら見えるな、ほら。これは気をつけんとダメやけど、普通にしてたら全然見えへんし、なんか上のもの取るときだけ気をつければ全然着れると思います。これ普段使いしたいから予備でもう一枚買っておいてもいいかもしれん。めっちゃ可愛いです。はい、ということでハロプロ GU コラボ商品の紹介でした。 GU の商品はプチプラやからいろんな商品をたくさん買えちゃうのがとてもありがたいです。今回に限らず第2弾第3弾と続いてくれたらいいなと思います。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。